まあ、これ逆にセンターさんがインポスターの時に、ね、僕はインポスターで申すよ、ね、うん、まあじゃあインポスターで申すって言ってるんでセンターさん処刑してあーあ今がセンターさんインポスターなんですか今回、うん、いやちょっと連動が上がってきてるねクルーメイトの。てかね、初手のボタンで準備決まってる気もするんだよな、割と。初手ボタンが強すぎんだよな。押しますけど、容赦なく。初手ボタンが強すぎるんや。あのね、全く同じこと言いながら押した。初手ボタンが強すぎるんや。はいはいはい。まあ、これ逆にセンターさんがインポスターの時に、ね、僕はインポスターで申すよ。うん、うん、まあじゃあインポスターで申すって言ってるんでセンターさん処刑してんで。ああ。あ今が。センターさんインポスターなんですか今回。うん。あ、分かりました。自白した。入れるしか。結構ガチでセンターさんインポスターっぽいのでも。もう好き。ああ逆にね。なんかインポスターだからうんって言われだろ読みうんだと思う今。だんだん疲れてくるな。インポスターだよ。え？危ない危ない。おいおいおい待って待って対抗何これ対抗対抗の意味って何これ。ちょっと誰ですかこれ。じゃあアベレージ先端だねこれね。ロラか。ね、これロラだな。行きづらい場所に。ああもしかして。ヒューじゃないのかこれじゃないのか。おうーん死につらい場所もう右へ行くのは遅い。キャラクターこれってさ、ドア一個だけ閉まってる状態。はーい。おお、やってね。おお、マジか。すいません、心電図サントス見てて、5秒前くらいまでアルトさんは死んでなかったです。義賊さんが死んでて、もう4秒くらいか、4秒以内にアルトさんは死んでます。間違いないです、間違いないです。見てました。見て、サントスさんと入れ替わりで、うん、俺がサントスさんが見る前に義賊さんが死んでいて、俺はアドビンに確認しに行きました。俺、その前ぐらいまで2人とも死んでなかったかな。リアクターの右側を直した人誰ですか。あ、いや、ちょっと待って、下位置先言うよ。ああ、そうそう。謎の入り口入るところ、はいはい、外側にどっち。ああ、義賊さん。片底さんも一緒に見てるはず、一緒に行動してたから。そうですね。僕が先に。俺はサントスさん隠しておきます。クロモさんが上から降りてきました。多分誰かカメラ見てたんじゃないセキュリティ。見てました。あ、光ってましたね。予算が。先ほど見てました。右側を直した人 いませんか他。右側？リアクターの右側。全く行ってないです。リアクター直してる最中ずっとバイタル見てました。あ、じゃあ義賊さんが多分直したと。僕、義賊さんが右上行くのを見て、左上に行って、で高田さんとすれ違いながらエレクトリカルの方って感じです。あそう。バイ、うん、ああ。僕は多分容疑外れないと思うんですけど、サントスさんは義賊さん、アルトさんに関しては絶対にやってないので、サントスさん隠し色に置いてもらいたいですね。そうなんですか。もう絶対やってないです。僕は、サントスさんが、右上で死んだって言ったじゃないですか。はいはい。でサントスさんは、僕と入れ替わりで、心電図を見てます。で僕が見て離れた理由は義賊さんが死んだからアドミンに向かいました。でその時にサントスさんが見ているので右上でやってるんだったら左上から下から左下からサントスさんが来てるのでサントスさんは絶対にやってなく、見てる間は俺が見てる間はアルトさんが死んでいなかったのでサントスさんは死んでず見てる間に死んでることになるのでサントスさんは絶対白です。両方ともの白。それも義賊さんの白。どっちも義賊さんもアルトさんも絶対の白。
ちょっと気になることあるんで次押します、はい、お願いします。はい、あ、ちなみにアベレージはコミュニケーションにずっといました。続きなんですけど、ドアってなんか全部開いた状態じゃないと閉めれないとかないですよね。そうですか。表示がおかしくなるから全部閉まった状態でも多分押せるのかな。ありがとうございます。はい、ですね、ちょっとカメラ情報なんですけど、いろいろ映ってたんで、そう、記憶正確じゃないかもしれませんが、うん、高田さんにちょっとまず聞きたいのが、死体1がラボの入り口、ラボの入り口、建物の前ってことですか？建物の中じゃない、通路側というか外、外、あ、了解です。で、それはカメラで見てました、うん、で、直前、あ、違う、まずね、時系列で言うと義賊さんと先端さんがリアクター下のタスクやってました。で、その後カメラの外に行って消えてって、うん、でね、ちょっとここがね怪しいんだけど、緑がいたような気がするね。緑が実験場の方に走ってきた気がして。はいはい、その通りいました。いました。高田さんの前に走ってるんで、で走って僕はラボまで行ってます。はい、でその後に多分高田さんが、ラボの方から外に、建物の外に向かってレポートっていう感じだと思ってます。そうそうそう。で、登場人物が そこら辺なので、うん、ちょっとカメラ外だと思うんですね。あと多分ストレージの上ら辺なんじゃないですかね。うん、高田さん、高田さんって、高田さん、シーン、畑迫さんはありえる？ありえない。だって、畑迫と一回ラボの中まで入っていって、うん、で、俺、実験所のとこから外に出ているから、畑迫がラボの中で入っていって、で、俺、ラボの外側で見ているから、一回ラボに入って外で見てるから、畑迫がラボの奥まで入っていってるから絶対ありえない。うん、いや、その、ラボの弁当はない。俺を飛び越えない限り絶対ありえないから。ラボの弁当入ったら結構、あ、まあ、できないのか。時系列が、多分先端とかが時系列説明できると思うけど、俺先端とすれ違ってラボの方面行ってて、もう弁当を畑迫が使うのは多分時間的に無理だと思う。了解っす。私、僕もちらっと見えた、誰か分かんなかったけど、もう一人いるのは見えてたから。いや、浮いてるアベレージさん、トータスさん？俺、クロモさん、バイタル見てた。あ、だからバイタルか。じゃあ、アベレージさん？いや、僕、本当にコミずっといたんで。押したんで、ちょっと喋ります。はい、僕、最初のリアクターになった段階でバイタル見てました。バイタル見てる最中、クロモさんかな、多分ちょっと、バイタル周りをちょっとうろうろしてたと思うんですけども、その後、リアクター終わりで、バイタルみんなやめて、その時はまだ誰も死んでなくて、そっから、バイタルから右側のあの溶岩のあたりを上に登ってきた時に、クロモさんが上から降りてきて、多分バイタルを見たやつ。ぐらいですね、僕が出す情報。はいはい、こんなもん。めちゃめちゃありがたいです、それ。はい。じゃあ、黒川さんが白くなるんじゃない？その。うん。あのタイミングで死んでなかったと思うんで、黒川さんも多分。じゃあ、黒川さんも隠しろでいいんじゃない？トータスさんの情報を合わせて。うん。アルトさんってどこにいた？そうなんですよね、アルトさんの位置がわかんないし。いや、アルトさんはマジで押される、あ、うん、4秒以内なんで、うん、最終位置の近くです、誰かの。だよね、絶対一緒にいた人物がいる、うん、じゃあとりあえずアベレージのコード話します。アベレージ結構コミュニケーションで作業してて、でコミュニケーション入る前に多分サントスさんか誰だろうな、多分サントスさんかな、なんか、うん、コミュニケーションの横あたりでなんか僕が入るのを見てくれてるのかなと思うんですけど、見た気がしますね、はい、でその後ずっとコミュニケーションで作業をして、でちょうど出たあたりで鳴ったって感じですかね。
まあ、なんで完全に浮いちゃってるんで、もう最悪釣られてもいいんですけど。これはもう飛び出した。竹雄さん、死体の位置ちょっと勘違いしてる気がするんですけど、はい、入り口の外でカメラが映る場所なんですけど、大丈夫ですかね、うん、そうなんですか、映る場所じゃないの、絶対映る場所じゃないの、なかったよ。あれどこですか、高田さん見つけたの。ラボの入り口側、入り口側というか外の入り口側、ストレージとラボの間らへん。いや見えないんじゃない、うん、ラボの直入り口だったら、あの全体の直入り口、まあ、スキップ言います、うん、僕はだ外で、外だけど位置関係的に分かんない、俺がカメラ見に行こうじゃあてか逆に、うん、まあ、原さんのセルフレポートも全体を得ると思うけど、うん、そうだね、それも含めてスキップ入れた、うん、セルフはあんま追ってないっす、二郎だったらダブルキルありいる、うん、いや、ピアちょっとむずいな。切りだけ警戒しないとな。ここのね、音す聞こえますか、鳥のさえずりが。小鳥ちゃん、殺される、殺される、いやでも僕はスクフェスをリリースされて1週間で始めたからギリセーフなはず。ぽい元気するね、ピンク黒オレンジ、チンタっぽいなこれ、ちゃギルだなこれ。これは深い。さこ高だかやっぱ。いやこれ。おう。竹雄さんとセンターさんですね。セキュリティ、あ、サントスの発見情報からいいですかね。はい、お願いします。うん、セキュリティで、竹雄さんが死んでるのを見ました。で、リアクターが鳴る4秒前に心電図を見て、その時は竹雄さんは死んでいて、センターさんは死んでなかったです。で、その時セキュリティが1だったので、そこかなと思って走って向かったという時系列になります。うん、その向かってるセン、はい、サントさんと一緒になりました。センターさんって直前で見たんだけど、アベレージさんって何してました？僕カメラでずっと見てて、竹雄さんが死んだ瞬間から数えて43秒ぐらいで、なんかカメラ終わりましたね。でセンターさんがそのもう一回見直した時にもう死んでて、カメラじゃないよ、あ、はい、あれね、心電図ね、そう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 、心電図、はい、うん、まあ、心電図見てるの見てるんですよ、うん、でも心電図の方面にセンターさんが行ったから別にアベレージさん白くないなっていう。黒川さんもうこれアベレージさんに入ってるか肌底高田の2浪しかないかなと思っていて、うん、いいね、いや、信頼値ってどこだ、セキュリティ、セキュリティの竹雄さんがセキュリティでセンターさんは分かんない、頑張れ、
じゃあ一応僕もう白で出してもらいたいんで行動を話します。まず心電図でずっと見てました。で武雄さんが死んだ瞬間にアドミン見に行きました。でその後センタンさんも一緒についてきてくれてて、武雄さんと僕が死んでんのがやばいんだよな。色を追ってた。だからサントさんナイスだね。でドア開けて見に行ったら、逆に残しといてよかったね。紫のトータスさんが一人だけいて、あれ違うんだなと思って、うん、もう一回戻って、で心電図見たら今度武雄さんが死んでました。でその後右上から歩いてってストレージの横ら辺で多分発見されたって感じですね。コミュニケーションの2はサントスさんやと思う。俺とサントスさん一緒になったわ。黒川さんどっちから言います？高田さんか畑迫さんから絶対。いいね、よかった。アベレイさん、じゃあ高田さんに。じゃあ高田さんにします。はい、あいいね。クロムって直前に会っていて俺に登場するの。いいね。いや、だって、まあ、いや仮に畑迫さんのやってる話だったとしても、さっきの試合で、うん、あさっきの殺害の候補でアベレージさんと高田畑迫の組み合わせしかありえないから。いや、よかった。僕竹雄さんがしっかりそのセルフレポートで残すとよかったね。いいねいいね。難しいね。お疲れ様です。お疲れ様です。いや綺麗にね、綺麗にねやってますね。クロキルは芸術的だったな。見てました誰か？あ、僕見てました。うん、うん、ローラーでいいかなと思います。はい、あでここははい、なんかその一応さっきの高田畑迫二郎の一番やばいとか潰して、でアベリーさんって、はいはい、あれ2回とも白くなる話はないんでしたっけ？僕ですか？うん、ここはアルトさんと武雄さんがダブルキルされた時は僕はそのコミュニケーションいるって言ってたじゃないですか。はい、でまあアルトさんワンチャン殺せるかもしれないんですけど、そうだよな、そういう意味では黒寄りなんだよな。まあまあ、ただアベレージさんはの白要素を上げるとするんだったら、心電図を一緒に見たときに周りには誰もいなかった状態で心電図見てるやつめっちゃ邪魔だなってなるからキルするかなとは。若干あと心電図で見て武雄さんが死んでからずっと秒数数えてたんですよ。うん、で覚えてました、ね、43秒ぐらいでブーザーになりました。白い白すぎるその発言は秒数か。なるほどね。いやもう私の中で 85% から 95% は畑迫高田の二郎なのかなとは思ってるんですけど、うんうん、いやそれならもう今日最終日だよ。出せるかな今日最終日だよこれ。5人で最終日だから畑迫さんの話を聞かないとなと思う。畑迫、うんね、さんが前回のですよね。うん、僕エレクトリから直した後に、右から抜けてストレージでラボって行った時にリアクターが鳴ってリアクターを右僕直しました。で右直してもう一回ラボに入り直したくらいでレポートが鳴って武雄さん発見っていうの流れですね。ちなみに左直ったずっと押してたの気づかないかな誰か。あれボタンって残ってる人はクロム残ってます。いやダメだよ今日最終日だよ。まあ、あ、違う。まあ、残ったはず。いいか、畑迫さんでいいかな。うん、ICB、まあ。じゃあ、もう最速でボタン押すんで、畑迫さん投票にして、はい、で、終わんなかったらもう僕は直しに行きます。で僕も、あ、私ももしダメだったら一切動きません。私も直しに行く組で。いや、強い。押す組で。はい、お願いします。強いね。私、リアクターの左上目指します。やっぱりな。おすごいな。やったー。これは強いな。Yes, yes, yes, yes. サントスさんすごい。これは強いね。よかったサントスさん隠し色になってるねー。いやーあの二郎ケアしないと結構危なかったんで。いやナイス、めちゃめちゃよかった。多分あの段階で唯一二郎ってたのは僕と武雄さんだけだって、その二人が死んでたから、そっからサントスさんが二郎の線をパッて出してくれたのがすごいでかかったですね。おー畑迫さんのキルはめちゃめちゃやばかったね。綺麗に決まってましたね。僕リアクターずっと1だったと思うんですけど、それが僕で、ずっと押してたんですよ右だったら、畑迫さんが来てキルして押して治ってみたいな感じだったんで、うん、ナルトキルも畑迫さんなんで、ね、ラボで殺されました。死と同時にボタンが鳴って、いやー、うん、アベリージさん行動は黒かったけど、はい、発言がめちゃくちゃ白かった。やばいね。43秒はやばいね。
なるほどね。新しい。新しい。なんか恐ろしい白証明。アベレージさん行ってもらってだったな。うん、そうですね。いや、5人はもう実質最終日だから、ポーラスは。そうっす。うん、うん。うん。そこでちゃんと、小さに、あ、村も分かったし、キルも、最初ね、2人 ペアで。いやーね、あそこ怖い。ほぼダブルキルでしょ。あれ、うん、上、右上で2人殺したってことですか、高田畑そこで。そうですね。ああ、やっぱ。さんを殺して、で、すぐレポートすると、あの心電図読みがめんどくさいから一回間だけ開けて、いや、やっぱそのまま開けてレポートしたタイミングでアルトが死にましたですよね。でもなんかそうアベレージさんが浮いてるけど、なんかそれしか話が二郎で右上に2つしか多分つじつまが合わないよなと思ったんで、えらい。いや、そうですね、そこよく推理できたなって。そこでアベレージさんで死んでるかですね。アベレージさん入れなかったのもえらい、スキップしっかりしたのも、うん、いや、マジで我慢してもらえて。いやー、きつい。いや、これで勝てなかったら相当勝てないっすよ。どうすればいいっすよ。そうですよね。ワンチャンスケルトの方が勝てるんじゃないか、これ。あと、キルクルタイミングなんか短くしたりとか、ワンチャン人狼増やしてみます？それは無理。いや、人狼増やすのはバランスだ。やばい。無理無理。でも、このバランスが多分、ギリギリなんだと。キルクル 2.5 はあるかもしれないですよね。いやクールがだとしたら逆にヒロインでバクバク殺されますよ。ああ 2.5 秒でそんだけ変わるか。まあじゃあやめときますか。これ変えなくていいとは思う。じゃあ変えないでいきましょう。心電図が強すぎますね、ここすごいね。多分もうちょっとやってればインポスター勝てるようになってくると思う。確かに確かに。そうですね、今辛い時期ですね。もめっちゃあの村の行動とアベリさんもめっちゃ白かったし、ほんのちょっとずれてたら多分アベリさんそうですね釣られてただろうから、普通に釣られた。多分最終日にサントスさん残ってなかったらやばかった。そうね。あれですね、うん。いや、マジでサントスさんの推理が完璧でした ね。ちゃんとリードしてくれて。多分普通にアベリーさん、まず1回目で釣られそうだったし、うん、その後も多分釣られそうだったし、うん、全然最後のケアでも釣られそうだったから。そうですね。覆ってのは本当に最後だったから。ノブさんもアベリーさんの白予想しっかり出してたし。まあね、なんか狼だったら神殿図にいるやつ一番殺したいなって思っちゃうんですよね。俺が狼だったら絶対殺すしと思ってこいつ。確かに主観なんでめちゃめちゃあれですけど、神殿図寄ってたらエレクトリカル鳴らして重なって殺すとかですかね。そう、なんか邪魔だもんだって神殿図のやつ一番。確かに。